こんばんは。12月16日水曜日の夜でございます。平山茂です。こんばんは。大丈夫だよ。寒い寒い、とにかく寒い。大丈夫だよって言えないな、ちょっとな。いやでも大丈夫か。大丈夫だね。大丈夫、めちゃくちゃ寒いけど大丈夫、大丈夫ね、大丈夫だよ。大丈夫、あったかい格好すれば。木曜日、明日はね、周りの目とか気にせず、もう本当に最強にあったかい格好して家を出てください。本当に危ない、寒すぎて危ない、怪我する、いろいろ。本当にちょっとまだこう冬になったばっかだしとか、ちょっと油断するのはやめよう。もう本当に最強に寒いと思うので、本当に最強にあったかい格好して家を出ましょう。そしたら大丈夫。こんなもんでいかがでしょうか。大丈夫大丈夫、あったまろあったまろ。本当にあったかい、とにかくあったかい、あったかいを選んで、とにかく全てをあったかいを選んでください。大丈夫だから。あったかい飲み物、あったかい食べ物、あったかい人ね。鼻水が止まりませんけれども、とにかく最強に寒いと思います。僕だけですか。いや違う、みんな寒いはずね。雪が降ってるところもあります。本当に、車乗る方は事故とかですね、まあ道路、通勤通学、本当に車がスリップしてきたりとかね、本当に予期せぬことが起きる可能性あります。注意して、周りを注意して、そして危ないよ危ないよとかね、声がとっさに出せるようにしっかり前を見て歩きましょう。歩きスマホとかやめてね、周りをしっかり見ながら通勤通学して、何かあったらこうすぐに声をパッと出せるように、危ないよってね、大丈夫だよって言ってください。あなたがね、大丈夫ですから。ちょっと話、今日は何言っていいかもわからないし、何言ってるかも全然分かってないんですけども、こんな感じです。寒い寒いから温まろうっていう話ですね。大丈夫だから。ではまた明日、おやすみなさい。寝るときも本当にあったかい格好して温まってね、もう靴下とか履いて寝てください。本当に体を冷やさないように。まああとはちょっと体もこうほ体もね、なるべくこうちょっと激しい運動は良くないけど、ちょこちょこね、小走りとか階段をちょっと駆け上がったりとか、駆け上がらなくてもいい、ちょっともういい、その話はいい。明日も一日頑張りましょう。もうちょっとでお休みですからね、また明日、また明日ね、大丈夫だからね、頑張ろう。おやすみなさい、おやすみなさい。